下田市立下田小学校は、静岡県下田市にある公立小学校。所在地は、下田市五丁目3の1。鴨も地区の中で一番児童数の多い小学校である。ジャングルジム、ブランコ、登り棒、サッカーゴール等の施設がある。学校の校庭の先には、春日山がそびえている。学校のすぐ前には、下田市立図書館が存在する。 下田小学校の起源は土地の医師、朝岡安安らが組織した新民社という団体が明治6年9月10日に設立した小学新民学校にある。小学新民学校は下田太平寺に置かれ、本学寺には文校を置いた。明治25年に下田尋常小学校に改名、昭和22年に下田小学校へと名前を変え今に至る。 開校当初の400名弱だった児童数は次第に増加し第一次ベビーブームの頃には1400人に近い在校児童数を持ったその後は下田の過疎化少子化の進展によって児童数は前減し平成18年には所属児童が400人を切り開校時の児童数さえ下回るようになった平成19年から21年 共同的な学習の研究を行い、研究発表会を2009年11月に開催。教師がグループワークを通して授業分析を行う研修手法が公開された。また、同行の効果には国内の小学校の中でも大変珍しく、ペリーという言葉が用いられている。日本の開国と大いに関連した基礎自治体であることが伺える。 下田小学校開校に尽力した創始者は、朝岡安安と、薄井金吾である。明治維新後の明治4年、当時の足柄県令、柏木忠敏より下田町に学校を設立するような命を受けた、医師、朝岡安安だったが、校長等当時の下田町当局の賛同が得られなかった。その後、柏木忠敏が再度、下田町役人に直接学校設立を説いた。 ことにより、学校設立の機運が盛り上がった。朝岡アニャンは、八幡宮主館の薄井金吾等と共に、学校設立の資金を確保するため奔走し、明治5年11月1日に太平寺を借り入れることができ、下田小学校の前身の、新民社を設立した。この際、薄井金吾は、筆子百余命名を里して入校させ、自らも、 朝岡安安と共に教壇に立った。なお、朝岡安安と、薄井金吾の功績は、朝岡安安先生聖徳士、薄井金吾聖徳士として、二人の肖像学の中に刻まれており、現在、下田小学校校長室に掲示されている。明治六年、下田町大平寺を校舎にする。最初の校舎は、明治二十二年四月二十五日に落成。 明治16年3月に着工しているが、途中で台風の被害を受けるなど、前後6年の歳月を費やしている。この建物は、和洋折衷2階建ての建物で、壁は、下田の町を象徴するかのように一面なまこ壁が、使われ、窓には、木造のアーチ、中央玄関の上には、和風の破風のついた、バルコニー、胸の中央に、小さなボーロを持ち左右両側前方に、 平家の翼が張り出していました。この校舎は昭和41年7月まで使われ、同年8月21日から解体される。その際にこの校舎に、ゆかりのある方々が別れを惜しんでお別れ会を催した。大正15年5月に、木造の西校舎、昭和13年12月に、木造の南校舎、昭和30年3月に行動が落成される。 最初の本館校舎の解体後、同場所に、鉄筋コンクリート作りの新校舎が昭和42年5月12日に、落成する。現在の校舎は、昭和60年9月に、旧下田中学校跡地に落成された。鉄筋コンクリート作り3階建て建設費は101494円で、多目的、ホールほか、仕切り壁のない図書室などの特徴がある。 オードケー昭和9年4月20日第1回、黒船祭りが開催された時、アメリカ大使である、グルー大使より、下田小学校へ送られた。市政の増開校100周年記念日昭は48年10月、薄い吉尾咲く、富士山の絵と、女性が日本画家、中村学良より、昭和14年に送られた。下田小学校歌は3種類ある。 それぞれ成立年代順に、現在熱唱されているのは、昭和期に作られたものである。下田小学校歌、我が下田一、右演習の名だ道区左相模の海、深しあるる波風酒しめて船人救いし我が下田に海安静その当時我が帝国が初めての開花の、 空気急避に蹴る煙ともなりし、我がださ三、危険犬走りの波の音を、松影、吉田虎次郎国金お菓子黒船に乗りしその夜を、物語る四、見よ城山の松の間を構想刺激その中に、清水上の戦国の勇士の白し今もな保護、声あるものは歌えかしご茶屋が先や、和歌の裏。磯にはかもめあなたには寸船豆人、魔法方保六。 筆あるものは描けかし頭部三世乳、峰千草さ燃えずる春の色紅葉は燃ゆる秋の色七、各も、この我が故郷は、我ら少年住める地は栄光を知るき歴史ありめずべき、景色また大し八、この栄光の後を継ぎこの山川を飾らぬは、我が少年にあらずして、誰か当たらんしばし待て、はっとり形成作詞も出し一丁目から六丁目、東本郷一丁目、西本郷一丁目の一部、 四季ね、九岡方村、武賀浜、外川岡、中の一部。ありがとうございます。